オミナイシは、ゴーベンゲルイオミナイシかオミナイシ族の多年生植物。秋の七草の一つとして、日本では古くから親しまれている。別名は、マケビシオとも言う。和名の由来は、同族で、姿がよく似ている、白花の男絵師に対する、オミナイシで、全体に優しい感じがするところから名付けられたとされる。オミナイしの読みの語源は、よくわかっていないが、一説には、 絵師は、推しであり、花の姿の美しさは美女を圧倒するという意味だと、する説がある。漢字で、おみないしと書くが、これは、感銘ではなく、日本では、負け美女を当てていた。花を室内に挿しておくと、やがて醤油の腐敗したような匂いになっていくことに、由来する。別名を、おみなめしや、ちめぐさとも言う。感銘は、木花竜木バ。花言葉は、優しさ。 親切、美人である。沖縄を除く日本全土及び中国から東シベリアにかけて分布している。日当たりの良い山野の草地や林園に自生している。近年では数が減りつつあり、人里近くで野生のものを見かけることは少なくなっている。多年草。草丈は60から100センチメートル程度で、夏までは根室用だけを伸ばし、その後家計を立てる。 根茎は、やや太く、横向きになる。葉は耐性し、右上分裂で深く裂け、葉の裂片は、幅が細く、やや硬くて、シワがある。花器は、夏から秋にかけて、茎の上部で分子して、花形の先端に黄色い小花を平らな三棒状に、多数咲かせる。一個ずつの花は、直径3から4ミリメートルほどの合弁花で、果敢は五列し、下は短い筒となる。 花の中に、おしべが4個、めしべは1個ある。果実は、痩せかで、長さ3から4ミリメートルの楕円型や長楕円型を、しており、花皮は、茶褐色でやや荒く、中に種子が一つ入っている。縦に低い量があり、平たくて縁はごく狭い浴場になる。花はよく目につくが、果実期はほとんど目立たない。結実した種子でも増えるが、多くは、株脇にできる芯内で増える。 日本では、万葉の昔から愛好され、洗剤、切り花などに用いられてきた。漢方にも用いられる。おみなえ種族をおみなえしより、全体的に大きく、茎や葉に毛があり、鉢から9月に白い花をつける。乾燥させた根を煎じたものには、下毒効果があるとされている。若い苗は食用にもなる。下記、生育場所が、 お見返しとに通っているので、自然雑誌を作ることがある。カノ子相続カの子相続公職の花をつける、鎮静、催眠効果、食欲抑制、魔除け、根が強烈に臭い。猫やネズミがこの匂いを好むため毒と混ぜて、ネズミ退治に使われた。のじしゃ俗若葉を食用とする。グリム道は、ラプンツェルに出てくる野菜。日当たりの良い日よ口を好む。 土地が痩せていたり、日陰は生育不良で、花も貧弱になり、根も肥大しない。古株の脇に、芯内ができるため、これを株分けして被害する。10月頃に地上部の形容を切り除いて、根を掘り、天日乾燥させたものは、生薬となり、負けひしおねと呼んでいる。消炎、肺の上血作用があり、婦人病に用いられる。10の負けひしねを、 水 500cc でとろびで半量になるまで戦時、3回に分布する用法が知られている。また、花の実を集めたものを、幸屈化という。これらは、生薬として、単味で利用されることが多く、あまり漢方薬としては使われない。おみないしの蜜を吸うべにしじみさね色目の一つ日本の文学作品に登場する際に、おみないしの花が持つ、東洋的な、美しさ。 センスの良さがロマンチックに表現されていることが多い。奈良時代に編纂された万葉集に山上奥良が読んだ秋の七草に登場する。萩の花をばくず花くばくの花を見ないしまた藤ばかま、朝顔の花である。また、作者不詳で手に取れば袖さえ、二尾を見ないしこの白露に散らまく、おしもとも読まれている。平安時代の紫式部、源氏物語では、 歌の言葉、洗在の花や重ね色目の名として何箇所にも出てくる。脳の演目に、お見ないしという曲がある。読みは、お見なめし。オノライフとその妻の話。雷風に捨てられたと誤解した妻が、北条側に飛び込んで自殺。妻を墓に埋めると、残っていた山吹重ねの衣が朽ち果て、そこから山吹色をした一輪のお見ないしが生える。雷風がそのお見ないしに近づくと、 まるで、雷風を拒絶するかのようにお見返しが風で逃げ、雷風が離れるとまた元に戻った。それを見た雷風は死んだ妻が自分を拒絶しているのだと思い、妻と同じ川に飛び込んで自殺する。花言葉、約束を守る。名前の由来、異説あり。絵師は、個々の死であり、お見返しとして、美女を圧倒する美しさからという説。また、 古くはおみないしをおみなめしと読むことから、へしは飯の天下であり、花が泡飯の泡粒のように見えることによるという説もある。泡飯の別名が女藩である。ありがとうございます。